そうですね、とりあえず木をサカサカサクサク切ってください。あの木っていい、うん、じゃあさっきあの手で切ってたよりかは道具を使うっていうことの方が早いはず。あ、そうなんだ。そうそうそう、いい、いいよ、これの方が早いってこと。そうそうそう、ほら、あ、本当だ、同時に。すげえ、はい、ちょっと待って待って待って、上やっていい、いいよ、せーの、ほら、あ、本当だ、これだけ手でやるのと、うん、道具使うのでは全然速さが違うと。全然違うね。そうです。あ、でも結構覚えてきてる、覚えてきてる、いいね。で、とりあえずこの木材を集めまくればいいんだよね。集めまくればいいです。これさ、木材切ったらさ、うん、もう自動的に自分のアイテムになってるの。もうそこにポロってドロップするんで、ああ、近づいてピコって音が鳴れば拾ってる。あ、なるほどね。そうそう、そういうことね。ほら、落っこってって下に。そう、あれを取ればいいってことね。そう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 、すごいな今のゲームは。結構今のゲームやってるでしょ。やってるよね。お、いいですね、いいですね、いいですね。お、じゃあ暗くなってきたんで、うん、ちょっとそろそろ今晩のことを考えますか。何、え、だ、ほら、さっき言ったじゃん、さっきなんて書きましたか。あ、夜は危険、暗いところは危険。そう、暗いところは危険なので、はい、すごい、これなんかやべ、真っ暗になっちゃった。暗いね。暗いよね、うん、じゃあ元の、あ、ごめんごめんごめん、あ、いいよ、それやっつけて、いい、やっつけて、うん、ほら、うわ、俺、両親がいたな、これは。本当に、うん、マジか。これ両親がいたもん。そっかそっか、うん、両親あるんだね、今日。ちょくちょくさ、なになに、ちょくちょくさ、なんかさ、えぐってこない。いや、ちょっと質問が今、疑問がね、なんか両親あるんだと思う。グッて言って、グッてなんかさ、あばらが上げられてんだけど。大丈夫大丈夫大丈夫、なんかもう、うん、ではでは、もう夜なので、はい、ちょっと周りが危ないのでですね、うん、ちょっと今掘ったので、うん、そこに隠れましょう。ここに。あ、すげえ。待ってね。いいよ。俺こっち確認しておくわ。うん。誰も来てない。なんか今ダメージ食らったけど。ごめん、叩いちゃったから。誰も来てない。いいよ。うん、いいよ。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、ありがたい、ありがたい。今のは、はい、キヨさんに教えたそのいた、いった、いった。あ、ごめん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 。何を間違えると思って。協力してる、協力。協力ね。協力して今何をしたかったの。何の協力。あ、上出ちゃった。何、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 何。上穴開いちゃったよ。余計なことして。余計なことを。とりあえずここにこもってれば大丈夫なんだけど、うん、まあ、放送的にはこんなところにいても面白くないので、はい、とりあえず松明を作りましょう。松明、はい、あ、火だ、火を、火、火を作りたいんですよ、うん、そのためにはね、この石の、石じゃない、このツルハシっていうのを持って、うん、石を削ってください。これ持ってばいいの。そう、石出たでしょ、これ、この下に、どれ、そう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 、それ持ってさっきの、はい、そこのこの中で、どこに行けばいいの。さっきの穴掘ったところに石が出てるから、石をいっぱい掘ってください。石ってどれ。石ってこの灰色のが石なんです。あ、そうなの。そうそうそう、すげえ。そうそうそう、あ、ちなみにね、うん、普通の人が理解すること俺はしないから。土掘ってっからよ。あ、ごめんごめんごめん。石ってだってさ、ここの間にもさ、灰色いっぱいあるじゃん、うん、灰、いや、まあ、そう、めんどくせえな、これ。あ、これね、石。そう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 、いって痛いし。これか。はいはいはい、そういうことね、小石。あ、そう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 、なるほど、やるね。 OK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 、 こんな感じ。キョさんストップ、はい、はい。そしたら今石をいっぱい手に入れたんで、はい、この道具のグレードアップをしましょう。はい、はい、でまた出てきてもらって、はい、お、敵が来た。何、うわうわっ、暗くなるとこうやって敵が出てくるんで、うん、やっつけて、うん、そう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 、あ、こんな感じ。そうそうそう、ゾンビ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 。いいね、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 いいね。でね、できればね、あ、やばい、住処に、おい、俺の住処荒らしてんじゃねえよ。できれば斧のがダメージは大きいんだよ。あ、そうなの。うん、でもまあピッキルで殴ってたらピッキルでいいんだけど。ああ、いいね、おっしゃー。今の両親は痛まない。痛まないね。敵だからね。今のに関してはノーダメージだから。そうか、よかった。そこ痛まれたらもうマインクラフトやる。やれなかったわ。はい。じゃあ、で、L2 で、うん、で、今度は、今のこの、この、そう。うん、で、今度、ピッケルをちょっと下に、あ、これの、うん、下に落として、ほら、ちょっと石の、本当だ、石のピッケルが今度作れるようになるので、それを作ってください。OK。OK。で、そしたら三角かな。そしたらもう、あの手持ちと、あと、まあ、バッグの中というか、あるので、手持ちにピッケルを持ってくると。こう。そう。何いらない、あ、そこら辺、右のやつはいないね。いらない。うん、木のピッケルしまっちゃってもいいし。いい、これ。それでいいよ。はい、そうすると、早いんですよ、はい、早い、うん、入ってやってみていいってこと。やってみて、やってみて、やってみて。あ、ほんとだ、あ、早いわ。早いでしょ、これは。早いわ。そうそう、で、ちょっとその、一応一夜目はホラー穴で過ごしたいので、うん、ちょっと住処を作ってください。
俺が？はい。え、マジか。そんなに床掘り進めなくてもいいよ。あ、本当に？うわ、一人か。頑張って。一人か。それちょっと不安なんだよな。どこ今俺？え、これどこにいんだ？ホラーなんでしょ。さっき言ったで。あ、石炭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 。ほらほら、その黒いつぶつぶが入ってるやつ。それ掘って、それ掘って、それ掘って。当たり？当たり当たり当たり。わあ！やったやった、ナイス！いいんだ。やればできんじゃん。やればできんじゃん。できるよ。ではそれを拾ってください、その黒いのを。拾ってさっき、はい、そしたら四角を押してください。はい。で、ちょっと待ってね、探す。はい。じゃあその間にちょっと作業してます。今キヨさんがちょっと設定を変えるので。はい。家建てちゃってよ。家建てちゃってくれよ。分かった、はい、OK。 これでいいの、石やってって。そう、そしたら四角を押して。四角、はい、はい、で R1 一回、はい、で、この松明のところが光って、はいはいはい、あ、光って、あ、下を押して、ほら、松明。おそれを丸、OK、で、バツ、うん、で、多分手持ちに入ってないから、それまたさっきと同じように手持ちに入れてください。はいはいはい。これを、じゃあ肉、変えていい？はい、変えていいです。はいはい。そしたら、その松明を持って、はいはい、L2 押してください。L2、 うん、おぉ、すごいわ。これ感動するよね。これはすごい感動するわ。本当に初見の最初のこの最初の松明は本当に感動する。これすごいね。なんか火がここまでありがたいっていうのがさね。これ消えないの？これ消えない。あ、本当？おい、ずっと。うわ、これは本当に最初の松明はね、もう多分何回マインクラフトやってもこの最初の松明の感動は多分これ以上キヨさん味わえないと思う。味わえないんだ、うん、うわ、すごい。もう行くない、この家。家っていうか、この家良くない。まだ家っていうか掘削現場ですね。安心するわ。そう、本当にね、この松明がね、優しい感じで。じゃあ残りの石炭も掘っちゃってください、その黒いつぶつぶの。こういうの全部掘っちゃっていいの、はい、あ、こういうの。そうです、掘っちゃってください。すごいな。すごいっしょ。なんかね、はいはいはい、本当に冗談じゃなくやってこなかったから、うん、全然今のすごいいい絵が撮れたと思います、ね、いやこれすごいわ。みんな、まあみんなも初心者だから分かんないと思うけど、これすごいんだよ本当に。そうかな、うん、やってみれば分かるんだろうけどさ、うんうん、ぜひやってほしいな。いや面白いっしょ。で結構ね、石炭は一塊あるとだいぶつながってるので。あ、そうなんだ。そこで結構光源とか、石炭はあの物を焼く燃料になったりしますので。とりあえず石炭掘り終わったら言ってください。終わった、終わった、 OK。 じゃあちょっと待ってください。じゃあ外に出てきてください。どうやってワープするの？ワープありません。ないの？これ自分で出るの？そうです。そっか、ここどっから来たっけ。右。あ、これか。そうそうそう。うわ、なんか入ってきた。ワンちゃん気をつけて、叩くとね敵になっちゃうんで。あ、了解。はい、はい、ではここでまた左クリックを、あ、じゃない、L2 をお願いします。はい、L2 をやって、今までキヨさん石をいっぱい持ってるんで、今度かまどっていうアイテムを作ります。 L2? L2、 あのこのワークベンチに向かって、これに向かって L2、うん、L2、 あ、はい、そう、その左から4番目のやつの、はい、これ上下ってやって、ほら、あ、はい、かまど、それを作ってください。 OK、はい、で、入ってないから、入ってないからまた手持ちに。で、それはもうアイテム、うん、それ、うん、OK、丸で、はい、OK。そしたら、うん、また、まあ、普通はチェスト、あ、じゃない、ワークベンチの横に設置するのが、ここ、うん、やばい、感動する気がする。はい、どうぞ。L2。うん、やばい、俺多分ね、絶対感動すると思う。マジか。だってもう明かりが来るのがもう目に見える。はい。あ。そうだよね。そうだよね。そうだよね。火がないもんね。火がないもんね。火を、そうですね。火は、さっきの松明じゃないです。石炭ですね。あ、石炭。石って、それをもう一回 L2 です、ね。ここ L2。はい。はい、L2 をして、下に燃料を、上に焼くものを。あ、はいはいはい、はい。まず石炭を燃料に入れてください。石炭を燃料に。はい。はい、したら鶏肉持ってるでしょ。あ、鶏肉焼きましょう。こう。はい。でちょっと。ここでちょっと火が入りますね。すげえなー。うわ、すげえ。で、L2 でちょっとずっと見ててください、その中を。L2? うん。ほら。あ、ほんとだ。焼けたのが、上の材料が焼けて右に出てきた。これもらえんの？
こう。そう。あ、それ手持ちに入れてください。はい。で、それを持って、うん、今の鶏肉右から3番目にこれで。あ、はい、R1L1 で合わせて、はい、あ、ちょっと視点外さないとかまどをターゲッティングする。そしたら L2 長押し。L2 長押し。うわ、すげえ。で、すげえ。あの、お肉ゲージが回復した。あ、本当だ、右のゲージね。なんか本当にさ、うん、なんかあれだね、サバイバルだね。そうそうそう。生きてるって感じするわ。生きていかないといけないので。まあ、なんかもう人生改め直そっかな。そんなに深く感じた。本当にこれすげえゲームだよ、うん。みんなもうちょい考え直したらいいと自分の人生。何言ってんだよ。なんだよ。おめでとうだろ今。はい。はい。で、まあそんな感じですね。とりあえずここをねぐらにしましょうか。オッケー。あ、やっべ、杖のいる。なんかオーラ出てるよ。オーラ出てるね。じゃあ剣を作りましょう、近づく前に。はい。はい。今みたいな要領で道具で。はい、これ。早く作って。これ。そう。で、L、R1。あ、これか、うん、で剣これか、はい、木の剣でいいの。いや、石の剣の方が強い、ね、石の剣の方がいい。それ装備して、はい、キヨさんその右の画面見ると後ろにいるでしょ。あ、いる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 。あいつやっつけに行こう。え、わ、じゃあ俺後ろで見てる、とりあえず、うん、いや戦おうよ。いやいや、俺いい、俺いい、俺いいって。だって見て、ほらキヨさんに殴られてハートがないんだよ。え、マジか、うん、よし田村。こいつ俺が攻撃するまでしてこないよね。いや多分してくる、近づいたら。うわ、痛い。ほらあいつパチンコ持ってるぞ。パチンコ、うわ、痛い。弓来るな、いった、横に移動してながら、うまい、もうこっから行く、まあ、こういう感じね、はいはい、なるほど、敵多いんだね結構。そう共同生活すればいいのに。 あと剣はね、はい、L2 を長押しすることでこうやってガードします。うわ、一応ちょっとダメージが減る。あ、そうなんだ。それでちょっと近づいて切ったりとか。そうですね。で、あとキュウさん、あの対岸にいる羊をちょっとやっつけてもらっていいですか。あれ、うん、了解。溺れるバツ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 長押し。やばい。あ、おお、うん、やっつけて。え、こいつ、うん、いいの、それ悪いやつだから。あ、そう、さっきキヨさんの悪口言ってた。本当に、うん、じゃあ許さねえよお前。おこれ、じゃあ視聴者ね。視聴者なの。ほらナイスナイス。あ、骨が出たね。はい、お、骨が出るといいですね。いいんだ、うん、骨はね、犬をね仲間にできるの。ちょっといろいろ要素今ぶち込んじゃったけど、うんうん、なんかいるよ、あっちも。どっかに動物いる、うん、あ、じゃあ動物、うん、やっつけて。あれも多分キヨさんの悪口言ってる。言ってる。言ってる。すごいね、この世の中の。あれ、これ、あ、バツ長押し。あ、やばい、どこだ、どこ行った、どれ、助けてくれ、どこ、誰か、どこ、息が。どうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらない。これに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな、肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。